どうもおまっとさんでした。ヘアチョロです。いやー、日本シリーズ第6戦、今日も非常に面白かったです。面白かった。もうなんかどっから話していいのかわからないけども、まあ、今日はね、行き詰まる、投手戦かと思いました。ヤクルトのピッチャーはライアン小川、そしてオリックスが山崎福也。まあ、投手戦かと思いました。やっぱ序盤戦見るとね。うん。もちろん投手戦だったんですけどもね。両者譲らず、迎えた6回表でした。杉本ラオウが、タイムリー。ねえ。すごいね。うん。元オリックス、ヤクルトの坂口さんが言ってましたけども、ねえ、吉田に続く覚醒選手、誰になるかと、ラオウだったと、いうことですね。オリックス先制。ねえ。で、6回以降は、両チームとも継投に出ますよね。まあ、この継投で、もう両チームともさすがだなっていう、中継ぎ陣でしたよね。ヤクルトもオリックスも、うん。まあ、オリックスは宇田川、ベテランの平野、そして若手の有望株、山崎総一郎が出てきたら、ヤクルトは木沢、石山と、ゼロに抑えたら、9回表のマクガフよ、マクガフ、どうしたマクガフ、マクガフ、また一瞬に悪送球、どうしたねえ、この大事な時のこのマクガフ、去年から続くこのマクガフ、どうした。去年も大事な場面で、ねえ、点取られて負け投手になったじゃないですか、ね、で今年もね、昨日の負けといい、今日のね追加点といい、マクガフどうしたんでしょうか。これもう今完全にオリックスが流れいってますよね。完全にオリックスに流れいってる。相当明日オリックスの勝つ確率は高い。高いんだけど、もう僕もライオンズを破ったソフトバンクがいて、そのソフトバンクを破ったオリックスがいて、パリーグ代表として出てるオリックスなんですけども、この日本シリーズぶっちゃけると明日ヤクルトに勝ってほしいですね。ヤクルトに勝ったし、もうここまで来たら、もう第8戦が見たい。見たくないですか？第8戦見たいよ。うん。おそらくですけど、この第8戦は、広島対西武以来のカードだと思うんですよね。おそらくね、ちょっと調べてみますけど。まあそういった中でね、この日本シリーズ、ほんと去年は、星の数はね、4勝2敗でしたっけ ?4 勝2敗なんですけども、どの試合も1点差だったじゃないですか。で、今年はまあ、まあもちろん1点差ゲームもありましたけども、本当にこの流れがね、行き来してる日本シリーズ、非常に面白いですね。ここまで来たらね、まあ明日はヤクルトに勝ってほしい。地元だしね、この地元のアドバンテージをなんとか活かして、明日ヤクルトには勝ってもらって、第8戦まで見たい。うん、ここまで来たら。で、明日がね、ヤクルトの先発がサイスニード。そして、オリックスの先発が、意外や意外、山本由伸かと思いきや、宮城博也なんですね。山本由伸、どうも、どうでしょうね。調子が悪いのかな？なんかそんな感じしますよね、第一戦目見ると。だから僕も、明日山本由伸出ても、どうだろうなとか思ってたら、明日の先発、宮城博也ですか。まあオリックス、投手コーチの中で、まあ山本由伸は、まあ良くなかったんでしょうね。山本悪信だったんでしょうね。調子を見る感じでは。ね、オリックス投手陣コーチのね、なるほどなるほどと。いやー、明日が楽しみだ。明日が楽しみだ。ただただ楽しい。この日本シリーズ面白いです。非常に面白いです。そしてライオンズは戸亀さんが球団のスカウト陣に入りました。戸亀さん、来年以降ライオンズのダイヤの原石発掘お願いいたします。そういったところで本日の動画はこれで締めさせていただきます。チャンネル登録、いいねボタン、コメントの方も残しててください。そして、Twitter、Instagram の方もよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。さよなら、ライオン。I take to the ball game for チケット
イテクトゥザフォーゲン、君が勝利の女神さ。